アメリカ合衆国の在外公館が設置されている国アメリカ合衆国の在外公館の一覧ではアメリカ合衆国が派遣している外交施設団を挙げる。独立戦争中の1779年にベンジャミン・フランクリンがパリにおいて独立戦争への協力、参戦を求める活動を行ったことがアメリカ初の外交活動とされている。1782年には ジョン・アダムズがネーデルランド連邦共和国議会においてアメリカ独立の承認を可決させることに成功し、アダムズ自身が初大中オランダ大使となり、ハーグにおいて購入した邸宅がアメリカ史上初の大使館となった。独立後はトーマス・ジェファーソンやジョン・アダムズ、フランシス・ダナ、ジョン・ジェイなどがジョージ・ワシントンによってヨーロッパ各国の支配者にアメリカ独立の認知を広めるべく、 派遣されることとなった。国務省の最初の50年は、アメリカの領土、国境に関して、ヨーロッパ各国との交渉を行うことが重視された。1790年には、当時のイギリスにとって、大西洋貿易の拠点であり、かつての13植民地にとっても、経済的に重要な港であったリバプールに、ワシントン大統領が派遣したジェームズ・モーリーによって、 初めて領事館が開設された。アメリカにとって最初の海外における資産で、かつ最も長く保有されているのは、1821年にモロッコ国王のムーレースリマーゲが単純に与えた公使館である。19世紀の間、アメリカにおける外交活動の予算は最小限に抑えられていた。各国で資産を保有せず、各国駐在施設にも官邸を与えず、 最小限の給与しか与えず、地位も大使ではなく、講師に止めた。19世紀の後半に、国務省は、アジアでの商業ネットワークの拡大や、リベリアの樹立、南部の外交活動の妨害、北部でその存在を確保することに不信し続けた。アメリカの世界的な優越性は、20世紀に明白なものとなり、国務省はその他国間との関係を運営するために、 外交に莫大な予算を投入することとなり、2019年に中華人民共和国に抜かれて第2位に転落するまでは世界最大の外交ネットワークを誇っていた。ありがとうございます。